求められたいばかりでいいだし、私見せられないくらいに真っ黒だ。皆さんこんばんは、 AKB48 チームメイト広島県代表ののんのんこと久本ひやるです。よろしくお願いします。イエイ、ラストアクということで楽しんでいきたいと思います。ですがですね、とりあえずですね、顔面削りますもう今気づいたんだけど、ちょっと今日一日私なんか今日が顔がでかいなと思ってたら、ちょっと今気づいたんだけど、私今日ね顔面削ってなかった。削った、削りました。変わった？で、エアコンつけて窓閉めてお歌を歌います。こうなります。まずこれを装着します。えい、今日ずっと猫耳つけてる気がする私。まあ、初っ端ということでね、何歌おうかな。あ、これ歌おう。ちょっと奇跡は間に合わないだろう、愛しさはいつだってせっかちなものさ。いくぜ。あああああああオニオケ、遠巻きに見てたあなたのこと大好きすぎて、もし近寄ったら夢中になる、分かっていたから。偶然街でばったり会って立ち話して、携帯アドレス交換した運命の罠、会いたい会えない、指定された場所まで出て
ありがとうございます。炎上路線でした。何がいいですか、歌う曲。ちょっとリクエストしてみてくださいよ皆さん。お曲のリクエスト、両足爪の先からクロスサビはわかる。クロス、トゥ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 、365、すべては途中経過。すべては途中経過あるかわかんないからちょっと調べてみるね。すべては途中経過、すべては途中経過。ああるね。すべては途中経過あるから365歌って、すべては途中経過歌おうかな。か、かみひこうき、へいへい、いくぜ。365紙飛行機いきます。朝の空を見上げて、今日という一日が笑顔でいられるように
365日の紙飛行機でした。いい曲だ。待って、すべては途中経過。歌えるっけ、歌えるかな。ちょ、聞きながらやってみよう聞きながらやってみるわ。ちょっとまいります、いきます。
するよ。だから人生は何とでもゼロから始められる。どんな来月も途中でいいか。ああすればよかったと後悔をしているなら、そこなんて忘れて自分ありがとうございます。七位ありがとう、みんな。私ね、めっちゃいい歌だよね、この曲。あの熊本ツアーの、 あのユニットでやったんですけど、あのこの曲メンバー人気が高くて、なんかみんなね、この曲のリハが始まったら、あのレッスン場に入って一緒に踊ってましたやってました。はい、リクエストお待ちしております。何の曲がいいですか？何の曲がよろしいでしょうか？よいしょ。コロナ涙おきどき、コロナ涙おきどき、おきどきおきどき、あのいけるかな。希望的リフレイン総選挙、なんだっけ、ちょっと待って、なんだっけ、この涙を君に注ぐおきどき、希望的恋愛総選挙、覚えた
覚えた？この涙を、この涙を、行くぜ。これが一番最近なのかな、歌った曲だったら。いや違うか、いやそうか、違う、そうかも。あれあ、次なんだっけ、次なんだっけ、歌っていたの。なんじゃらほい、これが一番最近っけ、歌ったの横浜だよねこれ。やんね、なんだこれだっけ、最初、あの最近って。次、ヒアロなんて言ってたっけ。
オキドキ、そうだオキドキだ。オキドキ歌えるかな。オキドキマジ歌えるか分かんないよ私。大丈夫、ごめん、歌えんかったらあのてへってするわ。課題点？合格点？これはどうなんですかね？ちょっと合格点なんですかね？これは完璧、本当？本当？これさ、配信で歌ったの初めてじゃない？なかなかのトラウマ曲なんだけど大丈夫かな？よかった、本当？ありがとうございます。あとなんだっけ、希望的リフレインだ。そうだそうだ、希望的リフレイン、めっちゃ久々じゃない？希望的リフレイン歌うのも。果たして私覚えてるのかな、希望的リフレイン。希望的リフレイン、ちょっと待って、言い訳メイビーとめっちゃ混ざるんだけど。歌えるかな希望的リフレイン。行こう。いや、ちょっと待って。ん？ああ、ん？まあ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 。
切なくて苦しくて諦めかけてもまた好きになる希望がきっと増え。いけるねいけるね、オッケーだね。リフレインでございました。よいしょ。なんだっけなんだっけ、次。このカード、素晴らしい、ありがとう。どの調子はね、いい感じよ。なんだっけ、恋愛総選挙、恋愛総選挙だ。あ、めっちゃ久しぶりやなって思った。恋愛総選挙。私の記憶能力、さすが私だ。参ります、行きます。Yeah.
ありがとうございます、ありがとうございます。ですね、待って、ちょっと今の時間を見て決めよう。40分か。あのね、貢献ユーザーの方を50位くらいから呼びたいので、ちょっとそろそろちょっと太田の時間を一回やめて、貢献ユーザーの方をお呼びして、ちょっとお礼などさせていただいて、時間があったらもうちょっと歌おうかなと思います。時間があれば OK？ ちょっと貢献ユーザーの方をちょっとお呼びさせていただきます。50位くらいの方から参ります。50位源氏さん、ありがとうございます。49位みずほさん、ありがとうございます。48位リリーさん、ありがとうございます。47位猫またぎさん、ありがとうございます。46位どんちゃん、ありがとうございます。45位かすけさん、ありがとうございます。44位アルゴンさん、ありがとうございます。43位やすゆきさん、ありがとうございます。42位、これなんて読むんだっけな、ちょっと忘れちゃったんだけど、誰かを教えてくれないこれなんて呼ぶんでしたっけ、ちょっとちょっとあ、琴岩さん、ありがとう。黒柿にしろさん、琴岩さん、ありがとうございます。琴岩さん、ありがとう。41位ハマピーさん、ありがとうございます。40位マーボーさん、ありがとうございます。39位カプレーさん、ありがとうございます。38位足高さん、ありがとうございます。37位エンドロールさん、ありがとうございます。36位しのちさん、ありがとうございます。35位きくちゃん、ありがとうございます。34位まきさん、ありがとうございます。33位ひろさん、ありがとうございます。32位ひめらぎさん、ありがとうございます。31位かんてんいちさん、ありがとうございます。30位グアポさん、ありがとうございます。29位ももたネットさん、ありがとうございます。28位ノーティーさん、ありがとうございます。27位ひろいさん、ありがとうございます。26位いちさん、ありがとうございます。25位夏旦那、ありがとうございます。24位横パンさん、ありがとうございます。23位シーさん、ありがとうございます。22位ターボーちゃん、ありがとうございます。21位大ちゃん、ありがとうございます。20位スノーさん、ありがとうございます。19位シンシンさん、ありがとうございます。18位エイニャンさん、ありがとうございます。17位シーツさん、ありがとうございます。16位ベロちゃん会長、ありがとうございます。15位ベベモンさん、ありがとうございます。14位クラガキンシロさん、ありがとうございます。13位タマちゃん、ありがとうございます。12位アイスカフェさん、ありがとうございます。11位リカさん、ありがとうございます。10位デロさん、ありがとうございます。9位クマシロさん、ありがとうございます。8位ケンオンパチさん、ありがとうございます。7位ウミさん、ありがとうございます。6位ベンさん、ありがとうございます。5位エイチャさん、ありがとうございます。4位キラキラ星さん、ありがとうございます。3位コバさん、ありがとうございます。2位 MA39 さん、ありがとうございます。そして1位はひろゆきさんです。ありがとうございます。ひろゆきさん、本当に本当に本当にありがとうございます。よいしょよいしょ、ありがとうございます。皆さん、名前お呼びできなかった方も、応援してくださりありがとうございます。ですね、お礼のカンペを作ってきたので、これを見ながらちょっとお礼させていただけたらと思いますちょっとですね、カンペの方をちょっとこちらで作らせていただきましたお読みさせていただきます。よいしょ、私は、実はですね、小学校1年生の時に自分のやりたいっていう気持ちで雑誌の表紙のモデルのオーディションに参加したことがあるんですよ。これまで言ったことなかったと思うんだけど、参加したことがあるんですね。
でその時はあの子供のなんだっけ乳歯、乳歯がちょうど抜けてて、前は4本かかったかかったかかったかかがなくて抜けてしまっていておかしなことになっていてですね、もちろんあのうまく笑えなくてですね、もちろん落ちましたもちろん落ちちゃいまして、小学校6年生の時に子供服のブランドのイベントにあの声をかけていただいて、そのブランドの服を着てステージを歩かせていただいたんですけど、服を見せる、服を引き立たせる歩き方の難しさをその時に、知りました。それからですね、私は背も伸びて、まあ、足もね、あの手足も長いと、ね、褒めていただくことが多くなって、まあ、自慢なんですけど自慢なんですけど、手足が長いって、ね、よく言われるようになって、いつかモデルさんをしてみたいな、夢を叶えたいなっていう気持ちを発信させていただいていました。今回のねビスさんのお話があった時はマジね、あの 夜のね9時くらいに来たんですけど、もう来た瞬間にね参加しますって言ったくらい、もう迷わず参加しました。そうめっちゃねもう秒で参加しました。高校生の私はですね、時間に制限があり思うようにはできませんでしたが、それでもたくさんの方が励ましていただいたり、応援しに来てくださったりしていただけて本当に本当に嬉しかったです。それがすごい楽しくて、たくさんのねギフトとか星投げとかカウントとかねコメントとか本当に本当にありがとうございました。皆さんたくさん応援してくださってありがとうございます。残り時間も本当にわずかですけれども、今回のねイベントで私を知ってくださった方とか多分いらっしゃると思うので、これからねもっともっと頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。応援本当に本当にありがとうございます。皆さん最後まで、あと何分だろう、あと13分くらい13分くらいあるんですけど、13分も残りもね頑張っていきたいと思いますので、皆さんぜひぜひ応援よろしくお願いします。カンペは以上ですカンペは以上でございます。でも楽しかった、めちゃくちゃ。なんか普段来てくださってる方はもちろん、多分このイベントで初めて知ったよって方も多分いると思うんですよ、私のことお目が高いお目が高いねということで13分くらい時間が余ったので、あと2曲かな、歌えるとしたら、あと2曲くらいかなと思いますので、なんかリクエストありますか。それか47と星空でもいいかなと思ったんだけどさ、ティーチャーオッケー、ティーチャー行くいいよティーチャーいいね、いいよ、そういうの好きよ私。ティーチャー1番だけ歌うかな、1番だけ。ティーチャー1番だけ歌います。一生いいね、一生いきます。街で会ってハートしてしまった男性だって今さら思い出した。イケてるんじゃない、声かけようと迷ってこぼれそうな顔ヘラポン、ルーメイトは奥乗って話を聞かせて、
誰かに見られて噂されても私は平気。ティーチャーティーチャーなぜ人間落ちて、ティーチャーティーチャーなぜ微笑むのかしら、ティーチャーティーチャーなぜ私とは、ティーチャーティーチャーなぜこんな距離を置くの、ティーチャーティーチャーなぜ教え子は、ティーチャーティーチャーなぜ恋愛対象、一生一生の間に このマイクめっちゃいくない？めっちゃいいんだけど、素晴らしいね。誰かの笑い声がして、風が幸せを運んでくるよ。一人で歩くには不安もあるけれど、世界にはいっぱい誰かがいる。公園の木々たちが太陽の光の下で一つの影を葉と葉が重なり合い、共に生きている。何人と出会えるのだろう、一生の間に夢を語り合えるような、かけがえのない存在。この道の脇に植物図鑑を広げたように、いろんな灰色の花びらたちが混ざるから、こんなに綺麗に見える。周りとは違うもの気づくたび刺激を受けて、自分が分かり始める。他の誰かを知らないのは絶対にもったいない。何人と出会えるのだろう、一生の間に愛を教えてくれる人、知り合って仲良くなって一緒に歩きたくなる。ある日のすべ横を見たら誰かがいるのかな。You made
いいですねこの歌も。よいしょ、わあ、リップが落ちた。あと4分だ。夕日を見ているか、いいよ夕日を見ているか、いくよ。多分歌ってる途中でイベントが終わるかなと思うんですけど、多分ね、配信自体はね、配信も切らないといけないのかな、どうなんだろうか。歌ってる途中に切れたらごめん、多分切れないと思うから歌いたいと思います。今日がどんな一日だったかなんて帰り道考えるのね。悲しいことや辛いこともあるさ、楽しいことが勝ち越せばいい。家族や友達や周りの人に心配をかけたくなくて、無理に微笑み嘘いくつかついて、君だけが抱え込むのはやめて。季節の風の向き感じたり、足元の花に気づいたり、小さな出会いにそう感謝できたら僕らは幸せになれるんだ。沈むその背中は美しいだろう、yeah、それなりの今日が終わり、全てリセットする夜が来るよ、yeah、急ぐ君は一人、君として自分のことを褒めてあげないのかね、ちゃんと見てあげようよ、ありがとうございます。本当に本当にもう大丈夫だよごめんね、本当にありがとうございます、ありがとうございます、本当に本当にありがとうございます。人間関係は面倒だけど、一人では生きてゆけない、人は誰でも弱い生き物だから、お互いに支え合っているんだ。時にはきつい言い方したり、誰かの足を踏んでしまったり、誤解されたり、いろいろあったけど、いつも希望に満ちている。空を見ているか、今を受け入れること進むこと教えてくれる。失うことは何かをいつか必ず手に入れられること、明かりは少しずつ暗くなり、夜を描く点線みたいな星たち、明日が来るまで君は君らしく夢を見よう。日が沈む
セットする夜が来るよ。イエジを急ぐ君は一人きり。どうして自分のことを褒めてあげないのかね。ちゃんと見てあげようよ。君らしく生きてることを。ありがとうございます。歌ってる途中にですねイベントも終了してしまったんですけれども、本当に本当にありがとうございました。1週間本当めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。あとでですね待てあとでですね貢献してくださった方々のお名前を僭越ながら僭越ながら私がお書きしてツイッターか755かなにあげたいと思いますので、ぜひそちらもね見てくださったら嬉しいでございます。そして、今日めっちゃ SNS 更新したので、インスタ出してなかった写真とか、あと TikTok もねさっきの配信の格好で撮ったので、ぜひぜひ見に来てください。ランキング発表をさせていただきます。13位アイスカフェさんありがとうございます。12位たまちゃんありがとうございます。11位くましろさんありがとうございます。10位黒子銀しろさんありがとうございます。9位しーちさんありがとうございます。8位ターボーちゃんありがとうございます。7位大ちゃんありがとうございます。6位コバさんありがとうございます。5位キラキラボスさんありがとうございます。4位エイチさんありがとうございます。3位ベンさんありがとうございます。2位海さんありがとうございます。そして1位は、ひろゆきさんでした。ありがとうございます。貢献度の1位も本当に本当にひろゆきさんありがとうございます。ありがとう。なんかひろゆきさん歌ってほしい曲ある？なんかリクエストあるかな？あったらぜひぜひ。ありがとうございます。本当に本当にありがとう。皆さんも応援たくさんしてくれてありがとうございます。1週間朝早い中、そして夜遅い中、皆様本当に本当に見てくださってありがとうございます。朝もみんな早起きしてくれて本当にありがとうね。なんかあるかなリクエスト。さっきはさっきよ。さっきはさっき星空、あ、じゃあ星空歌おうかな。じゃあ星空を君に、これ多分踊れるんちゃう？ハンドフリーだから踊れる気がするわ。大きな場所へ空が一番
に今抱きしめながら口づけを交わす輝く光る僕たちはどこにいてもこなた からでございました。皆様何日間娘にお付き合いくださり、またたくさんの応援をありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。ひなのママだって泣けるねこれは。ママの字初公開じゃねママの字初公開じゃないこれ。皆さん本当に本当にありがとうございました。また、明日ですね。明日はですね、11時から11時からワンセブンさんの方でですね、桃鉄対決をします。ぜひ皆さん起きれたらね、ぜひね見に来てくださったら嬉しいでございます。桃鉄頑張る。とりあえず今日も練習する。頑張るまあゲームといえば私ですから、マネージャーさんから電話あった時ちょっと笑っちゃいましたおこちゃんゲーム好きだよね。桃鉄できるそう大手すぎるって言われてできます言いました。頑張ります。お母様からでございました。みんなスクショした？これママの自発公開だよママの自発公開でございます。負けた時のね、言い訳もねちゃんと練習してるんで、いつもはいつもは寝ながらしてるから、今日は格好が違うからちょっと本領発揮できませんでした。これが言い訳です学生 OK 学生いいよ学生 OK。ということで、皆様キャッチフレーズをしたいと思います。矢野がもっともっとって言ったら奥もっとって言ってください。いきますよ。もっともっと奥もっと。ありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました17歳のんのんこと奥もっと編です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ということで皆様、1週間本当に本当にありがとうございました。明日は私はまず、オンライン面接を受けてから、桃鉄します。なんというハードスケジュール。頑張ります。それでは、見てくださってありがとうございました。また、明日11時から、ワンセブンさんの方でお会いしましょう。それでは、ありがとうございました。バイバーイ。3、2、
1、0、アデュー、バイバーイ、ありがとう。